アルドブランディーニの聖母は、世紀ルネサンスの画家ラファエロ・サンティが描いた絵画。板に、油彩で描かれた遺体で、ラファエロが多く描いた、聖母、マリア、幼児、キリスト、幼児洗礼者聖ヨハネの三人をモチーフとした作品の一つである。ラファエロのキャリアにおける、ローマ時代といわれる時期の初め頃に描かれた作品で、色使い、自然物の取り入れ、画面構成手法など、 それまでのウルビーの時代、フィレンツェ時代と呼ばれる時期の作品とは異なったラファエロの後期作品の典型とも言える作風で描かれた作品となっている。アルドブランディーニの聖母は数世紀にわたってローマの貴族アルドブランディーニ家が所蔵しており、1865年からはロンドンのナショナルギャラリーに所蔵されている。ナショナルギャラリーに売却される以前は50年にわたって、 ガルバ男爵家が所蔵していたこともあって、ガルバの聖母と呼ばれることもある。アルドブランディーニの聖母は、ローマ時代のラファエロが何点か描いた、比較的小規模な聖母子像の一つであり、おそらく、ローマ教皇や、その関係者からの依頼で手がけていた多くの、絵画制作の合間を縫うようにして描いたものと、考えられている。当時のラファエロとその工房は、 バチカン宮殿の4部屋からなるラファエロの間の制作をローマ教皇ユリウス2世から命じられており、最初の部屋、署名の間のフレスコ壁画制作に傍札されていた。アルドブランディーニの聖母やその他の聖母子の作品のために、ラファエロが1509年から1511年に描いた死体が通称ピンクのスケッチブックに見ることができる。ラファエロが三角形の構図で、 聖母子を描いた絵画は何点か存在するが、このアルドブランディーニの聖母も、そのような構図で描かれた作品の一つである。屋内の情景を表現した作品で、背景には窓越しに、ローマの風景が描かれている。二枚の窓の間には、暗色の装飾柱が立っており、明るい色調で描かれた、チョイスに座る聖母、マリア、マリアに抱かれる用事、キリスト、 キリストに花を渡す幼児洗礼者聖ヨハネの三人を浮かび上がらせている。その優雅さ、美しさ、そして絵画技法で高く評価されている作品である。三名の頭上に目立たないように描かれた円光のみが、この作品における超自然物として表現されている。また、マリアの膝部分の衣服、足の表現が不自然ではないかという意見もある。ラファエロはこの作品で、 幼児キリストと幼児洗礼者聖ヨハネとに成人してからの関係性を伺わせる格別の親近感を持たせて描いている。このアルドブランディーニの聖母をはじめラファエロが聖母子と共に幼いヨハネを描くときには革製の衣装を身にまとわせることが多く、これはマルコによる福音書1.6のこのヨハネはラクダの毛衣を身にまとい腰に革の帯を締め、 稲ごと、野蜜とを食物としていたという記述によるものである。愛らしいポーズでマリアの膝に抱かれるキリストは将来の受難を象徴するカーネーションをヨハネから手渡されている。ラファエロがローマ時代初期に描いた聖母子をモチーフとした作品はウルビーの時代やフィレンツェ時代の作品と比較すると衣服やポーズの表現が親しみやすく砕けたものになっている一方で、 作品構成はより複雑なものとなっている。バチカン宮殿、ラファエロの間のフレスコ壁がアテナイの学童に見られるような宝石を思わせる感触系顔料の多様が陶磁器のような鮮やかさを画面に与えている。ラファエロがフィレンツェ時代に当時のウルビーの絵画の様式である厳格な神聖表現の影響の下で描いたアンシデーの聖母所像と アルドブランディーニの聖母では、その構成や雰囲気などが好対称と言える。アルドブランディーニの聖母のマリアはより実在の母親らしく描かれ、頭上の遠光以外に生成を表すものは見られない。キリストもヨハネもあどけない幼児で、ごくありふれた普通の部屋を背景として描かれている。さらにこのアルドブランディーニの聖母は、アルバの聖母所蔵に見られるような、 ラファエロのローマ時代の特徴といえる深い自然主義へと向かう過渡期の作品としても重要な絵画となっている。フィレンツェ時代の作品と比べると、ラファエロがローマ時代に描いた聖母マリアは、より法令で堂々とした様子で表現されている。これは痩せた女性が好まれていたウルビーノとローマとでは、美人の基準が異なっていたことと、ラファエロ自身の女性の好みが変わっていったことによる。 ラファエロは弟子たちに、あるが、ママの姿で描くのではなく、あるべき姿で描くことが重要だと教えていた。ローマ時代における、ラファエロの画家としての成長に、最も大きな影響を与えたのはラファエロよりも7歳年長の芸術家ミケランジェロだった。また、アルドブランディーニの聖母の絵画構成は、2枚の窓越しに見える風景を背景とした聖母子やマリアの服装などに、 レオナルド・ダ・ヴィンチの立田の聖母を彷彿とさせる要素が見られる。画家、美術師やでナショナルギャラリーの学芸員だったラルフ・ニコル・ソン・オーナムはアルドブランディーニの聖母をラファエロの絵画の中でもほとんど完璧で絵画における完璧の基準を引き上げた作品であると評価している。ラファエロは他社の作品の構成要素と自身の草案とを融合させる高い技術を有し、 驚くべき、優れた作品を生み出した。作品の仕上がりだけであれば、ラファエロを上回る画家も存在するかもしれない。しかしながら、卓越したデザイン力、革新性、構成力、表現力など、ラファエロには、その他にも多彩な、優れた能力を有していた。ラファエロには、聖母子と洗礼者聖ヨハネの三名を描いた作品が、複数存在する。 アルドブランディーニの聖母は16世紀にローマのビラボルゲーゼに住んでいたアルドブランディーニ家が所蔵していた。ラファエロは他にもアルドブランディーニ家の所蔵となった聖母マリアを描いており、フェラーラ公女ルクレツヤデステが1592年に所有していたという記録が残る聖母子と洗礼者聖ヨハネという絵画ももともとはアルドブランディーニ家所蔵の作品である。 現在ナショナルギャラリーが所蔵するアルドブランディーニの聖母の記録ではないかと考えられているのはジャコモ・マニッリが1650年に書いたビッテラ・ボルゲーゼの案内書聖母とキリストそして聖ヨハネラ・ファエロ作という作品名で記載されている絵画の記録である1780年代に ドイツ人美術史家フリードリヒビルヘルム・バシリウス・フォン・ラムドアがこの絵画は今でもアルドブランディー・ニケの邸宅に保管されていると記している。その後、1823年にはセリュード・アジャンクールが死体や写真とともにアルドブランディー・ニケの邸宅が保管する絵画作品を発表した。この時の公表記録の欄外にはラファエロの中期における最重要の小作品と言える。 構成が非常に優れている。キリストは優美で、聖ヨハネは伝承のままだ。ただ、聖母の頭部の身方と比較すると、美しさにやや欠ける。デザインは極めて繊細。色使いからラファエロが当時多くのフレスコ画を手掛けていたことがわかる。保存状態もほぼ問題ないと書かれている。そしてこのアジャンクールの公表結果は、後にナショナルギャラリーが内容について、 検証を開始することになった。アジャンクールが発表した内容とは異なり、現在ナショナルギャラリーが所蔵するアルドブランディーニの聖母は画家でもあった美術賞アレクサンダーデーが1800年頃にローマからイングランドへともたらした作品である。その後、1818 18年に初代ガルバ男爵ジョージ・カニングがデーから購入した。カニングは1840年に死去し、 1865年にカニングの未亡人と遺産相続人がアルドブランディーニの聖母を9000ポンドでナショナルギャラリーに売却し、それ以来アルドブランディーニの聖母はナショナルギャラリーのコレクションとなっている。ありがとうございます。